流脚科目は、リプロドクス、アパトサウルス、ブラキオサウルスなどに代表される、長い首を持った非常に体の大きい装飾恐竜の分類群であり、プラテオサウルスに代表される、原流脚下目と共に、流脚系ア目を構成する。ブロントサウルスにちなみ雷竜と呼ばれることもある。すべての大陸で、発見例が報告されている。中世代ジュラ紀前期から、 白は気候機。主な化石が見つかるのはジュラ紀からだが断片的な化石や源流客類との系統関係から三上気候機にはすでに出現していたとされる。恐竜時代の極めて早い段階に発生し、ジュラ紀候機に全盛期を迎えた。この時期全長30メートル上級の超音型種が現れている。しかし白亜紀に入ると北半球では、 長万類の新しいタイプの装飾恐竜が台頭し、入れ替わるように流脚類は衰退し、一部の地域では、一旦は絶滅したでは、ティタノサウルス類が繁栄を続け、多様な進化を遂げた。ジュラ紀後期のものに匹敵するような超型種も生息していた。中には、北半球に再進出したものもある。恐竜時代の早い段階からその終末まで繁栄した、ケウナグループである。 また、アラモサウルスなどのごく一部の族は、KT 境会を生き延び、白秋直後のダニアン期まで生存していた可能性が、活石証拠から示唆されている。竜脚類は実に1億数千万年にわたり、最大級の体育を誇る大型陸生動物のグループとして、地球の全体陸に君臨し続け、その期間の長さは、他の時代の大型陸生動物のグループと比較しても、 特質している。体長30メートル超の史上最大級の陸上動物を含むグループであるが、中には5メートル以下の小型の種もいた。サウロポダという名称だが、どちらかというと、象のような大型哺乳類に似ている。指は5本あり、これは恐竜としては最も原始的な特徴になる。竜脚類の長い首は、かつて半水中生活を送る彼らが、 水面上に顔を出して呼吸するための適応だとされていたが、後に水圧で肺が圧迫されることから物理的に不可能であるとされた。その後高い木々の葉を食べるために、キリンのように立てていたと考えられたが、そうした体型だと脳に血液を循環させるために胸からはみ出るほど巨大な心臓が必要になるとの批判を受けるようになった。そこで現在では、 地面に対して水平に首を伸ばした形で復元されることが多くなっている。こうすることで血圧の問題が解決され、また吊り橋的な構造で楽に首を支えることができると考えられている。大型竜脚類がかつて比較的乾燥していた地域から相次いで発見されたこともこの説を裏付ける根拠となった。まばらに低木の生えた乾燥した地域で、 竜脚類は長い首を大きく左右に振ることで巨体を動かすことなく広大な面積の食料を独占する戦略をとっていたのではないかと言われている。下記の完成高音節と合わせ、竜脚類はその巨体に似合わず、省エネ構造の動物で長い首もその一環としての進化ではないかと考えられるようになった。ただ、 首に数個の補助心臓を持っていれば、キリンのように首を上げることも可能であるとの説もある。竜脚類の消化プロセスは、かつて遺跡によるところが大きいと推測されてきた。しかし現在では、もろもろの証拠から、今なお一部の竜脚類が遺跡を活用していた、事実はあるものの、これまでの遺跡偏調的な考え方は否定されつつ、ある。ちなみに、遺跡自体は、 数多くの獣脚類や角竜のプシッタコサウルスで確認されており、恐竜という種族において非常にポピュラーなものだったようだ。恐竜の高音節が有力になっている現在、竜脚類に関しては逆に変音節の巻き返しが見られる。竜脚類ほどの巨大な種が高音となると莫大な食料や巨大な心臓が必要となる等の問題点が多く、これらの問題がクリアできる。 変温説が、にわかに見直されている。特に注目を集めているのが、完性高温説で、哺乳類のような体温調整機能がなくとも巨大な、流脚類の体温は下がりにくく、運動熱や腸内菌の発酵熱、日光等の熱を体内に蓄えるだけで体温をほぼ、一定に保てたのではないかとされている。一方、高温になると逆に熱を逃がす手段が問題となると、 考えられている。変温動物であると、食料の面でもメリットが大きい。ある試算では、最大級の竜脚類でも、ゾウと同程度の食料で生活できたと言われている。ただし、原生の陸生内温動物で、最も大きいアフリカゾウは大きいもので12トンに達し、古代では20トンに達する、哺乳類のパラケラテリウムなどの中型の竜脚類に、 匹敵する例も確認されており、巨大な内温動物も決して存在不可能というわけではない。竜脚系アモクソーラバデモーファ。ありがとうございます。